第6位ハワイの熱帯雨林に伝説の亡霊ナイトマーチャーが出現こちらニューヨークポスト .com からピックアップした話題ハワイでかなり日本人観光客は戻ってきているみたいで、えー、それからまああれですねホノルルマラソンの12月ホノルルマラソンの1月でそういうのをいろんなえっ、ー、とイベント運動系のイベントやってるんだけども 100マイルマラソンっていうのがオアフ島でやってるらしいんですがこれに参加される方は要注意こんな話で聞いてくださいナイトマーチャーっていうお化けなんですけどもハワイ神話に出てくる戦士の亡霊ウォリアーの亡霊で王族を守る兵士の霊体っていうふうに伝えられていますでこのオアフ島で開催された100マイルマラソンに出場した女性のランナーが コース上の熱帯雨林でナイトマーチャーに遭遇してしまったという衝撃ビデオ。で、その瞬間を捉えたビデオが世界中で拡散しているというお話でございます。で、ハワイ語では不赤いポーっていうんだそうです。まあ、名前だけ聞くと可愛いんだけども、後で見る、出るんですけども、かなり怖いです、外見。死をもたらす幽霊として伝えられていて、ナイトマーチャーズっていう名前の通り、日が沈んだ後に群れになって、 で山の中を行進するというイメージ的には百鬼上げようみたいな日本でいうでハワイ語は文字がなくてすべてが話し言葉句伝って伝われていたんでナイトマーチャーについての情報が文字化されたのは1883年が初めてここでやあの初めてそういうのがいるんだということになったんでしょうでネイティブハワイアンの間では単なる伝承ではなくて史実に近いニュアンスで語られている話であります ナイトマーチャーの列に出会ってしまったら、急いで走って隠れるか、その場で横たわってやり過ごうしかない。見られちゃダメ。でね、その際大切なのは、決して目を合わせない。視線を合わせないこと。視線を合わせると、なんかよろしくないことが起きるということになっております。はい。それで、この、これ見てください。怖いわ。ほら、出た。今見た。ほら、みん見た今見えたこれこれこれ。スッてうわ、丸つけた。これだ。 これ今名前でつけておこう,うわーこれ見てくださいこのアップで木の茂みからあの姿を表す人物っていう人影なんだけどもこれくすんだ感じじゃないですかいかにもこの「冥界」「黄泉の国」からさまよい出てきたっていう感じがしますよね。でだ,だと言え、ま、うわーこれね特殊メイクっぽいね <laughs> って言っちゃいけないんだよ <laughs> 特殊メイクではない。 <笑><笑>まあよく、ね、まあいいやでこれね怖いんですよ本当にで何を言いたかったかというと霊体にしてはちょっとね質感がリアルなんじゃないかなとは思うと思うところあるんだけどもこういうのはやっぱうがって見られるっていうことうがって見るっていうあの姿勢って大切だと思うんですよね。でしかもですねこれ映像から目線も感じられるんですよちゃんと女の人を見てる感じ。であえてね合わせるように来てるような感じもあるんだよな。 でこのね後日談的に伝えられているのはこのランナー女性ランナーは走るのに夢中でナイトマーチャーが目の前に現れたことは気づかなかったんだそうですこの時点ではで姿に気づかなかったってことは視線が合うこともなかったのかなって思ったりしています。ここのの映像これライブフォトなんだけども撮影したのはね伴走者 伴走者がいて、100マイルトレイルランということで、不測の事態に備えて、出場者は必ず伴走者をつけなければならない。これはレギュレーションなんだそうです。で、ランナーの女性は、その後、現地を訪れて、自分なりに調査を立てていく過程で、ナイトマーチャーについて知ることになったということです。で見た目にもいかにもっていう映像なんですけども、まあ、当然のことなのが先ほどちょっと、 ちらっと触れちゃったんだけども論争起きています二義的な議論としてランナーの女性と映像を撮影した伴走者がハワイの文化を冒涜してるんじゃないのなんてことまでそういうところのレベルまで、えー、話が盛り上がっちゃってるということです。ということです。ただね本当に責められるとしたらランナーを脅かそうとしてマイト・マーチャーの姿で徘徊してきた人がいたらこれはちょっと大変だな。<laughs> 実はねナイトマーチャーの話って僕もちらっと聞いたことがあって以前ハワイに住んでる時にこう波待ちボディーボードなんですけどもそれの時に地元のおじあの日系のおじさんに聞いたことがあるんですこの話ナイトマーチャーっていうのがいてさ山ん中ある時は気をつけろハハハなんていう感じで軽く終わったんですけどもでそこでナイトマーチャーに遭遇したというこのね何年か経ってはいアバターって書いてある真っ昼間なのにナイトマーチャー確かに。<laughs> そうですねはいルースさんはじめましてこんばんは楽しそうなので参加していきますありがとうございます楽しんでってくださいはいそれではっきりすげえなそうだな太田さんその通り日本ではもっとうんぼやかすそうだなちょっとこう透き通り感がないんだよねストリートな感じになっちゃってその辺っていうことであのお含みを聞きください以上ナイトマーチャーのお話でございました